今回も出どころのはっきりとしているデータと私の取材を交えて真摯にお伝えする大石解説です。10代のワクチン接種、全国では1回以上ワクチン接種をした方 50% 以上と増えてまいりました。早いところですと名古屋市のようにですね、もう 60% に近づいているところもあるんですね。しかしながらそんな最中に気になるニュースが海外から飛び込んできました。ヨーロッパからです。こちら、ワクチンの接種を中止するというお話なんですね。どのワクチンか、モデルナです。どの国か、スウェーデンとデンマークなんですね。スウェーデンは対象が30歳以下、デンマークは対象が18歳未満、若者が対象になります。接種中止の理由です。2回の接種で心筋炎などの報告が増加したための予防的措置ということなんですね。心筋炎というのは心臓筋肉でできていますけども、その細胞が炎症を起こして心臓の働きが悪くなる、それによって不整脈やそして心不全などを引き起こしてしまうというものなんですね。で、この予防的措置というのはこれだけ報告数が増えたので一回調査しましょう、一回様子見しましょうということなんです。同じような状況になった時に日本はどうするんでしょうか。では各国の報告件数見てみましょう。100万回接種あたりの報告件数、アメリカはモデルナ5件、ファイザーも5件です。イギリス高いですね、25件、モデルナ、ファイザーは 7.2 件、一方日本はモデルナが 2.2 件、ファイザーが 1.9 件。アメリカやイギリスよりも低い数字だというのが分かります。では日本、各世代別ではどうなんでしょうか。こちらです。まずファイザー見てみましょう。2回接種した後の心筋炎などの報告件数です。男性は 17.1 件です。ここゼロとなってますが、理由ははっきりと分かりませんけども、ファイザーをこの時点で打っている10代の男性が少なかったからということも考えられます。ではモデルナ見てみましょう。モデルナ10代が 19.1 件高いんです。20代も16.4件、こちらも高い、他の世代と比べても高い数字だというのが分かります。一方女性はどちらもゼロゼロとなっていますけども、こちらも理由は分かりませんが、この時点でモデルナの接種があまり進んでいなかったからなんでしょうか。とにかく報告件数を見てみますと、10代20代若い男性で心筋炎が起きているというのはよく分かります。でこの心筋炎について海外の医師会雑誌、これアメリカの雑誌になるんですけども、ジャマというところがこんな報告をしています。入院した患者さん、まあ、コロナの患者さんですね、入院患者の 20% が心筋炎だったという報告です。 20% 高いですよね。これ5人に1人ということになります。である医師に聞いてみました。5人に1人ということなんですが、日本ではどうでしたかと。現場の医師はですね、5人に1人というのはちょっと多すぎるような気もすると。ただ脈が遅い方も患者さんにはいたので、その人詳しく調べていくと、もしかしたら心筋炎だった可能性というのは結構あるかもしれないというふうに言っておりました。さあここまで聞いて、じゃあワクチンを接種していいのか悪いのか考えますよね。名古屋市内の大学病院に勤めているある医師に聞きました。その方はですね、コロナに感染しても実は心筋炎が起きるそうなんですね。でコロナに感染して心筋炎になる確率と、ワクチンを接種して心筋炎になる確率、これを比べてみると明らかにコロナに感染して心筋炎になる確率の方が高い、だからワクチンを打ってくださいと、そう語っていました。ただ私この件数気になるんですね。 17.1 件、 19.1 件、 16.4 件、まあ、全て100万回接種あたりで見ると低い数字に見えます。低い数字に見えるんですけども、当事者の立場になってみると1分の1の確率なんですよね。
なので当事者意識を持ってですね、国には対応してほしいですし、調査そして情報公開は今後もしっかりしてほしいと思います。